イタコイタコは、日本の北東北で口寄せを行う、巫女のことであり、負の一種、シャーマニズムに基づく信仰修俗上の職である。南東北においては、旧仙台半領域で、小神様、山形県でお仲間、福島県で、巫女様、小神み屋と呼ばれる。福島県、山形県、茨城県では、若様とも呼ばれる。 イタコの口寄せを聞けるという恐れ山イタコには霊的な力を持つとされる人もいるが、実際の口寄せは、心理カウンセラー的な面も大きい。その際、クライアントの心情を読み取る力は必須で、あるが、本来は死者あるいはソレイと生きている者の,の交換の際の仲介者として、氏子の寄り合い、祭りなどに呼ばれて、死者やソレイの言葉を伝えるものだったらしい。岩手県南部から、 宮城県北部の巫女で組織された山和州の大乗寺演技によれば、口くと呼ばれる真似霊の秘宝は、メレンの旧母伝説にその由来があるという。山和州では、口寄せの用具には、引き金を用いるが、巫女の周りに浅い刀をつけたあずさいと、桃や柳を置いて、儀礼空間を作っている。口寄せは、霊的観察によりあらゆる人種、動物でも呼び出せるとされる。 口寄せ以外にもいた子には、おしら遊ばせを取り行う役目がある。おしら遊ばせとは、東北の民間信仰であるおしら様のご身体である二体の人形を遊ばせることである。おしら様は、各家庭に祀られており、一部地域ではその家庭の家族の代わりに、いた子がおしら財門を読み上げる。おしら様のベースである釈子、久子や飛釈に関する信仰を膨大に集め、これが、 魂を集める取り物であるとした柳田国夫の説を受けた折口忍によれば、これはマナを寄せるための寄り台である。イタコは占いの祭術やイラタカを用いるが、一部のイタコは恒例の際に楽器を用いることがあり、その際の楽器はアズサと呼ばれる球場の楽器が多い。他に和ごや太鼓なども用いられる。これらは農村信仰などで用いられた。 日本の古代音楽の名残とされ、日本の伝統音楽史において現存するうちの最も古いものの一つとされる、東海道中膝栗毛等に登場する、一子と呼ばれる巫女は、日立の国や京阪地方では、神社に雑誌湯立てをする巫女の章であるが、東京近辺では、板子のような巫女を指す。沖縄県や鹿児島県奄見群島には、湯田という在野の霊能力者が、 イタコに似た霊的カウンセリングを制御とすることで広く知られており、こちらは総裁そのものを扱うことも多い。イタコの語源についてはいくつかあり、沖縄のユタのインとの共通性、五区が転化した一子からの変化、神の委託をする委託巫女であるとする、もの、アイヌ語の語るの意味、委託ク等からの変化、神おろしのフグとしての板が用いられたこと等の通説がある。柳田国は、 アイヌ語で、神がこうおっしゃったの意味のいい託説や、オクライタキョ神は、未来竹の神と読み、神の御事を伝える者の,の神格化ではないかとする説、等を紹介しながら、イタコの語源は時であり、それが、元の儀礼を襲いながら礼楽紙神にせせられて、放浪するようになった者の,の一部が、イタコ、エチコ、イタカ、イチコ、モリコと呼ばれたとした。イタコは、 先天的もしくは後天的に目が見えないか、弱子の女性の職業であった。日本の東北地方に多く見られる習俗、民間信仰で、夏の恐れ山大祭で行われるものが特に知られている。青森県の津軽のイタコの習俗と秋田県の宇宙のイタコの習俗は、国の選択無形民族文化財となっている。盲目や弱子の女性がイタコになったのは、 かつては生活の糧を得るためという事情もあった。第二次世界大戦の終結、高度成長期などを経て、日本の生活環境も大きく変化していった。と同時に、厳しい修行を必要とするイタコにあえてなろうとする、ものも極めて少なくなっていった。そのため、現役のイタコのほとんどは、高齢者である。堀一郎によれば、目が悪い子供は、イタコの師匠に込め、墨を持って入門し、 1>, 1年から3年、あるいは4、5年ほど、板の間の板を打って、払いの文句、お白左衛門を習う。そしてスキルが上がった後、大樹ゆり、伝授、ゆるし、うずめそと呼ばれる、いわゆるイニシエーションを行って、1週間停止神社にこもってから仕事をする。ありがとうございます。